ロクセミ、キュンバキュンバ、田村シグンです。どうも、よろしくお願いします。今日はですね、はい、皆さんからコメントで応募した、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはありがとうございます。まずは、ありがとうございます。ハサレは今分かっているありがとうを全て言っておりますグラッチェ。今回ですね、あの皆さんから応募した秘密基地何個か侵入してみたいなと思います。それでは早速、せーの、潜入スタート。はい、まずはですね、いつもコメントしてくださってる和田さんの秘密基地に行きたいと思います、はい、よし、来たー、はい、和田さん、肉まんデラックス。おー、シンプルだね。あ、でもでっかいよ、鉄じゃねえな、走行ブロックだね、これは壁。さあさあ、まあでもね、周り囲まれてないんで、ゆっくりね。あー、いいね、アンテナの置き方。 あった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 。どっちから行く？走行から行くか。おー、なんかそれっぽいね。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、なんでもない。ポカキンと間違えた。ポカキンと間違えた。ね、可愛いとこ見つけちゃったんだけど、ほら、こう、可愛い。いいね。可愛い、可愛い、可愛い。アイスクリームにジュースサーバー。いいね。しかも太陽の、太陽の光ありながら。太陽の光。飲むんでしょ。素晴らしい、ね。ここではなかったね。次行こう、次。オッケー。あ、あ、待って、おい。ポイポイボムシューターめっちゃさ、俺強いって言ってんのに、作ってないじゃん、まだ。作りなさい、今すぐ。今すぐ作りなさい。お、ありました、ありました、忍者ボックス。よし、叩いていきたいと思います。始まったぞ。よし、肉まんデラックス。どんどん叩き、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 どんどん叩き。オッケー、オッケー、もう下った、下った。よし、帰ろう、帰ろう、帰ろう。さあ、帰ろうよ、帰ろう。どっちだっけ、どっちだっけ、どっちだっけ。デコトロさん怖い。あ、意外と難しい。えっと、ぜひ、こっちだ、こっち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 。こっちから、こっちから。よし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 。うわ、ブリザード扇風機。あー、危ない危ない危ない。いった、頑張った。やばいやばいやばい。最後も一応抜けない、最後も抜けない、抜けない。よし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 。ふぅー、はい、イエーイ、任務完了。かわいいにしよう。和田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、次は歌舞伎座に潜入したいと思います。それでは早速お邪魔します。さんざ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 ん切り頭叩いてみたら文明開化の音がする。言うなよ。さあ、さあさあ、待って、すっげー、カラーブロックめっちゃ持ってるじゃん。え、かわいいね、カラーブロックってこんな並べるとかわいい。赤道黄緑青藍紫、しっかり並んでるよ。しっかり七色だよ。赤、オレンジ、黄色、緑じゃなくてそっちで。え、そうだよ、こうやって俺色彩検定一応持ってっからさ。え、マジガチ。赤道黄緑青藍紫2級。え、俺も2級持ってる。マジで一緒じゃん。さあさあさあ、入ってきますよ、お邪魔しますよ。おー、 UFO ある。これニートの部屋だな、ここ。ほら見て、ほら、ニートの部屋だ。サボってさ、こうやって UFO 食ってドリンクバー飲んでさ、32歳でここに座ってさ、ほら目の前にゴミ箱あって、いいね、この設定。あ、なるほどね。さあ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 、やっぱなんかあれだね、いろんな建材使うのいいね。確かに、安全第一をつけちゃいます、勝手に。うわー、歌舞伎、歌舞伎座。そういうのか、歌舞伎の色だこれ。すげえ、なるほどね。すげえ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 、すごいわこれ。しっかり UFO も、 UFO をインテリアとして使うっていいね。僕性格悪いんで罠としてゴリゴリ使ってます。まあでもこうやって置いても普通に効果あるもんね。確かに、歌舞伎だ。ちゃんと外にもあれじゃない、ポスター、あ、ポスター貼ってさ、あ、今ここでこれ上映中みたいな。あるね、こういうとこって大体上遊園地になってるもんね。ああ、いや、なってね。レンジボックスはそこにあるけど、もうちょっと堪能したい気持ちわかる、ね、あ、すげえ、わあ、すごい、何これ。ポスターでしかも、ジェットコースター、何やねん、あれだわ、これあれ、ドライブスルーだわ。本当に勝手に作ってない、ドライブスルーっていう設定。いやいや、ドライブスルー、すげえすげえ、本当だ。水漏れ、ブーって、ありがとうございます。絶対そうだよ、これめっちゃこう、瞑想できんじゃん、ここ。あれじゃない、あの、ドレミファソラシドの色になってない。あ、本当だ、赤。かわいい。これ設置するの大変だっただろうな、ね、すごいわ。ちゃんとこだわってるわ。しかもガチョスみたいな性格の悪さじゃないから、ちょっとやりやすくていい。サクサク進める。あー、なんかあった、あった、あった、あった。スタート。場所はあそこね。オッケーオッケー。あー、見つけちゃった。うわ、これしかやったか。オッケーオッケーオッケー。絶対勝つから任せろ。壊す壊す壊す、遠慮なく壊していく。あった、よし、あった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 。おー、罠がないから行きやすいかもしれん。ちょっと行ってみよう。叩いて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 
怖い。オッケー、レーザーロックオン。はい、オッケー。何やってんだいや危なかったわ。あぶねー。いや地下空間もうちょっと見たかったな。いや本当にサンズさんありがとうございます。楽しかったです、めちゃくちゃ。はい、ということで今回ですね、皆さんが書いてくれたコメントの中からランダムで遊んでみました。どうだった？いやめっちゃ楽しかった。ほんと人によっても全然違うね。そうだね、設定とかもね楽しかったな。何より、性格がいい。まあまだまだいっぱい他にもねコメントもらってるんで、ちょっと何回かに分けて侵入したいと思います。今日の動画面白いなって思った方は高評価とチャンネル登録マジガチお願いします。俺の基地は絶対強い。敵地があったらコメント待ってます。 ID お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、ありがとうございました。ありがとうございます。次この基地行こう。 OK。 ゲーム忍者ボックス発売中です。アニメもチェックしてね。現実でもゲームでも秘密基地作り。もうずっとやっちゃってるよ侵入。邪魔すんな俺の侵入を。逮捕するぞ。